ドワーフォーディパーチャー、皆様ドアが閉まりました。まもなく出発いたします。引き続きまして操縦席機長よりご挨拶申し上げます。お休みのところ失礼いたします。本日は ANA 東京羽田空港をご利用いただきまして誠にありがとうございます。今月予約に錦帯橋空港が開港いたしまして、今日で5日目となりました。これからも ANA 並びに予約に錦帯橋空港をどうぞよろしくお願いいたします。飛行機は現在指定高度4万1000フィート1万2000メートルに向けて上昇を続けております。今日は東京羽田空港までの航路上は所々軽い揺れはあるものの、大きな揺れなく飛行できるものと予想しております。しかしながら飛行機は予期できない突然の揺れに遭遇する可能性もございます。皆様の席でおかれましては、安全のためにシートベルトはお尻のままでお過ごしいただきましょう。どうかご協力をお願いいたします。今日は羽田空港まで飛行時間は1時間6分予定しております。この後高松市、それから関西空港上空、知多半島、向和、それから浜松、伊豆大島、それから房総半島、千葉県上空、木更津などの上空を通過し羽田空港へと向かってまいります。今のところ皆様の到着は定刻5時10分の予定でございます。それでは到着までどうぞごゆっくりとお過ごしくださいませ。ご搭乗誠にありがとうございます。操縦席より失礼いたします。入りました。シートベルトを緩みのないようしっかりお締めください。この先飛行機のドアが開くまで電子機器の電源をお切りください。